先日の連休で雪山に2泊してきた。3時間高速を飛ばして帰ってきて、自宅近くのスーパーで買い物してたら、駐車場に停めた車の周りで若い女性2人が何やらうろうろしてる。もしかしてぶつけられたかと。どうかしましたか？って近づくと、すみません、その屋根の上の雪を分けてもらえないでしょうか、ってレゴのバケツを差し出してきた。なんぞ？と思ってその女性の方を見たら、背後の車の中で子供4人がワクテカ顔で窓に張り付いてた。俺の車の屋根の上には2日分の雪がどっさり。全部下ろすのが面倒で、走ってるうちに落ちるだろって思ったけど、スキー板の間とかに結構残ってた。雪なんて勝手に持って行って構わないのに、わざわざ断るために俺が戻ってくるのを待ってるなんて、すげえ律儀な人だなと感動しつつ、2つ返事でバケツに雪を山盛りにしてやったら、子供たちが窓から手を出して雪を掴んで、キャッキャ、冷たいねえ、雪だるま作る、雪合戦したい、お母さん、車の中では雪を投げちゃダメー。女性2人は姉妹で、それぞれの子供を連れて郊外のアウトレットモールに行ってきたところらしい。たかだか雪バケツ一杯なのに、すんごいお礼を言われて、アウトレットモール名物のミニバウムクーヘンをもらってしまった。うまかった。子供たち、車を出すときにブンブン手を振ってくれて可愛かったな。あのバケツの雪があの子らの初雪だったのかもしれない。今度はふかふかの雪がいっぱいあるところに連れて行ってもらえるといいな。注意ありがとう。真ん中のあたりとか手が届かないし、手横着しちまったがいかんな。他の車や人に迷惑かけないように、次からは除雪道具を用意してちゃんと下ろすようにするよ。